はい、どうもこんにちは、グライフです。私、グライフは社会人として10年間働き、現在休職して、今年4月から、社会人として大学院に入学しました。その様子について、この YouTube では配信しています。今日は私が日頃愛用している iPad Air 5、こちらの使い方について少し紹介しておきます。まず私と iPad についてですけども、実はあまり iPad 自体は使っていませんでした。大学院に入ってからまだ1週間ほどしか経っていません。それでは使い方について見ていきましょう。いつも使っているのはこの GoodNotes 5というアプリです。これ今金沢大学の法学部のカリキュラムと時間割をインストールしてあります。それからいつも使うノートですね。この辺がよく使う機能になっております。まずですね、この時間割とかカリキュラムどうやって入れたかについて説明しましょう。これはですね、いつもファイルに保存してるんですけど、ファイルの、インターネットからこのカリキュラム等をダウンロードしておきます。それで GoodNotes 5に新規ノートとして読み込みでこういうのを入れています。そうするともうここに立ち上がるという感じですね。でもう先ほどすでにインストールしちゃったのがこの2つ、こういうふうにタブで入る形になります。授業が始まってから1週間経ってみてどういうふうに使っているかというと、まず履修登録をする際にですね、卒業要件を満たすものをこうマーカーとかで必要66単位なんだなとか、必修なものはこうやって大体見ていけばいいんで、選択科目ですね、どの辺を選択しようかっていうのを目星こうやってつけていく感じになります。1年生だと大体こんな感じですかね。で実際こう時間割を見ていくと、この辺にあるんだなとか、ちょっと今適当に引いてますけど、この辺にあるんかなみたいな。のが分かってきます。とかもちろんこう書き込み、とかもできます。何でもいいんですけどね。もちろんこう消すこともできます。はい、この辺が授業を決める際に使った機能ですね。やはり iPad を使うと、印刷の手間がいらずに、こう書き込むことができるというのが非常に便利だと思いました。それから授業の際もですね、ルーズリーフは持っていかず、この iPad だけ持っていけば、4月8日金曜日、こうやって、授業名書いて、いけるという感じです。最初の授業だとノートが得るかどうかもわからない授業が多いので、このようにして、言われたら持っていくし、でこうやりながら、ネットとかを使って、調べたりもできます。こうやって調べ物をしながら書き込むみたいなこともできます。私、授業ノートの場合はこうやって縦書きでやりますので、こういう普通のノートみたいなサイズ感で書くことができます。こんな機能とかもね、ちょっと書いてピッと止まるだけでなんか四角が書けたり、適当に丸書くと丸くなったり、こんなのも面白くついついやってしまうというね感じです。もちろんマーカーとかもこう引けるので、すごいいい感じで活用できてます。消しゴムもすぐ使えます。Apple Pencil 2があると2タップするとこう切り替えがすぐできるので非常に便利です。もうちょっと機能があったらこの色とか変えれたらね、いいんですけど、色替えはここをタップしないといけません。万年筆もあるね。これ万年筆。ああ、こんなのもいいですね。万年筆。ああ、知らなかった。いつも何、ボールペンやったっけ。で、ペンはいらんか。今度から万年筆で書こうかな。はい。と、まあ、こんな形ですかね。まあ、本当に、まあ、持っていくものもパソコンもいらないし、iPad だけでノートと、まあ、調べ物もできるということなので、非常に便利に使っております。ぜひ iPad をどうやって使ったらいいか考えている人は参考にしていってください。それでは短いですが今日はこの辺で終わろうと思います。それでは皆さん今日もグッドライフを。バイバーイ。